もっと早く助け出せてあげなくてごめんなさいっていうのはありますね。で、いやずっとそれはあるんですけども、やっぱ今それ考えるとやっぱ悲しくなるんで。母と弟を亡くした外武さん、絶対どっかで避難してくれてるっていうと思ってましたね。次担架入れるよ、担架用意して。母節子さんは地震発生からおよそ72時間経過した4日、輪島市の倒壊した住宅から救出されました。そのまま。お父さんよう頑張ったね。はっきり受け答えできる状態だったといいますが、その後容体が急変し亡くなりました。まあ母にはもう寒いくないし、もう苦しむことないからゆっくり休んでねっていうことと、あとは横に弟がいるんで寂しくないからねっていうことと。自衛官だった弟の忠さん、3年前に退官してからは一人暮らしの母親を支えるために輪島に戻っていました。最後は自宅で母親を守るように覆いかぶさって亡くなっていたといいます。まあ、最後ちゃんと母を、まあそばで、まあまあ、心配してくれたなというところには感謝ですね、はい、弟の分も含めて少しでも長生きできるよう、少しその母にずっと言われてた健康には気をつけながらしっかり生きていきたいなと思ってます、はい。甚大な被害が出ました輪島市です。今も倒壊した家屋がこのように道を塞いでしまっています。多くの家屋に倒壊する危険があることを示す赤い紙が貼られていまして、被害の全容が少しずつ分かってきています。石川県は昨日、輪島市で被害を受けた住宅の数を初めて870戸と発表。しかしこれは確認できた限りの数字です。歴史ある神社も、こちら大きな石像ですか、狛犬ですね。もうあで、まさかとは思ったんですけども、ね、土台ごと動いてしまいまして、ね、輪島の春の祭りを彩った引山も、これが、まあ、春祭りの時に出る引山でして、まあ、輪島塗りの立派なものだったんですけども、まあ、ちょっと崩れてしまったので、まだ皆さんがご自宅に安心して住めるような形ではないので、それからかなとは思ってはいるんですけどもね。そうです。今日、珠洲市と能登町では合わせておよそ140人の中学生の集団避難が始まりました。無事で本当に元気に帰ってきてくれること、本当にもう寂しくてすいません。まあ、学校も被災避難所となっとって、まあ、難しいところもある中でも仕方ないかなって、苦渋のちょっと決断でしたけども。避難先となるのは100キロ以上離れた金沢市の施設、期間はおよそ2ヶ月ということです。一方、最大震度7を観測した志賀町では学校再開に向けた動きが。2週間前、都議中学校へ避難してきた藤田さん夫婦。
授業が始まるため別の場所へ移動するといいます。息子さんが車で手伝いに来ていました。子供はやっぱり地域の宝なんで、勉強してもらって、そのためには全然引っ越しは全然しょうがないですよね、被災者が前へ進むための支援も始まっています。東日本大震災をきっかけに始まったカーシェアサービス。全国から集まった45台の車、被災者は何度でも利用できます。今日はどうして車借りにいらっしゃったんですか。あの被災した荷物 の、あの配客に本当に助かります。大きな家具を運ぶために軽トラックを借りました。自宅はこれで立ってるんですよ。普通に立ってるんですよ。ここですか。七尾市の自宅は無事でしたが、家の中に入ると、失礼します、お邪魔します。立ってはいたんですけど、まあ、こうなって扉はもう完全に落ちてたんで。2階の家具は地震の揺れで倒れたといいます。壊れてしまったこのタンス、長く使われてたタンスだった。これ嫁入り道具ですか。ああ、そうですか。そうそうそう、まあ、一応母はまだ健在で生きてるので、一応報告はしましたけど。でもそうすると思い出もあるものですよね。そうね、そうね。両親が持たせてくれた大切な嫁入り道具でした。やっぱりちょっとでも生活を元に戻すには、やっぱり壊れたものをやっぱりね、捨てていかないと。タンスを積み込み災害ゴミ置き場へ。思いの詰まったタンスが廃棄されていきます。まあまあ一瞬やったね。見てなかったわ、ね、もう寂しいというよりも一瞬でしたね。一瞬でした。まあまあまあ命ありますんで。少しずつ前に進み始める人がいる一方で、まだ厳しい避難生活に身を置く人たちも。早朝、雨が降る中準備が行われています。車には多くの航空ケア用品が積まれています。今朝6時半、まだ暗い中から活動を始めたのは石川県歯科医師会の災害歯科支援チームです。主にですね、まあ、被災地の方で歯科の支援ですね、お口のケアがですね、なかなかこう後回しになったりとか、おろそかになったりとか、資材不足がありますから。今日、歯科医の江尻さんらが向かったのは輪島市にある避難所です。ここは倒壊した家屋が道路の半分ほど塞いでしまっています。道路状況はまだまだ改善されていません。避難所となっている中学校に到着したのは出発から3時間後。歯ブラシや入れ歯洗浄剤などの支援物資を運び込みます。
まあ、今見たところ、その入れ歯関係の、その洗浄剤とか、そういったものが少し余りないのかなと。年齢区別はどういった感じになるのか。校舎側の方が、あの高齢者の方が1階に多くいらっしゃるので。地震発生から3週間。心配なのは高齢者だといいます。診察の様子を許可を得て撮影させてもらいました。はい、なんかお口のトラブルとか困りごととか。ちょうど歯のポンって1個歯抜けまして、インしてもらえる。ちょっとかさぶたみたいのが見えるし、ちょっと中で根っこが残ってないかは不安はありますけど、まあ傷口はね、今綺麗だからいいと思います。気になったのは磨き残しなどの口内環境です。まあね、汚れはやっぱりこのね、下の方にたまるんでね、もうちょっとこの根元に歯ブラシが当たってくれるといいですけれども。うん、なかなかゴロゴロペンまで行くのは大変なので。あ、そうですね。歯ブラシと水だけ渡して。お口の中がこう不潔な状態が続くと、あの細菌が繁殖しますよね。1週間2週間後から誤嚥性肺炎が増えるというふうに言われておりますので。断水や避難所生活で歯磨きがしづらくなると、口の中の細菌が増殖。特に高齢者は、その細菌を含んだ唾液や飲食物が誤って気管に入り、誤嚥性肺炎になって亡くなる恐れもあるのです。材料が来たら電話してください。歯科医のチームが巡回し、安心したという人も。痛みとかないんですか。痛みはない。大丈夫です。最近息子さんと会って元気そうやったから、はい、よかったです。かかりつけのお医者さんでちょうどたまたまあったもんで、歯も途中だったもんですから。ご自宅と違って、やっぱり外だとなかなかこう入れ歯を外したりとか、決まった時間に歯磨きするっていうのがなかなか難しい場合も多いと思いますので、高齢者だとか、あの抵抗力を落ちた人の命を奪う原因にもなりますから、できる範囲であの口の中のケアを、ね、続けていただくのが大事だと思います。